Hello, this is、uh, Tube Store and Hiroshihaya Shi Japan, August 22nd, 2014.、Uh, ちょうど1週間前、7日前にまたまたですね、ISS の固定カメラが u f o あるいは u f o らしきものを捉えました。Uh, Tube Store さんからそのような報告がありましたので、皆さんに お伝えいたします今の,あの矢印の間に点々と見えるものがそうだというのですねで ISS にはこうした固定カメラが据え付けてあってそして常時ストリーミングで地上にその情報が送られてくる仕組みになっていますまたそれをですねカメラをじーっと観察していて怪しいものがあるとそれをこうして動画としてアップする人がいてそして それは何だというふうに検証する人もまたいるわけですね。で、チューブスターさんが、まあ、今までに6回、これも含めて6回、こうした怪しげな物体をの写った写真、動画をですね、送ってくださいましたけども、まず第一に気がつくことは、まあ、はっきり言いまして、まあ、これらが UFO だとするならば、あら UFO に間違いないわけですけども、 UFO の多様性に驚くってか、あの UFO の持つ多様性にです、ね、非常に驚くということです。まさに形なしといいますかね、いろんな形があるということです。えー、例えば、人間の場合、飛行機といえば大体まあね、えー、ヘリコプター型とか飛行機型とかに分けられて、そしてそれ、まあ、大体そのパターンの中に収まっていくわけですけども、今まで6種類の UFO をこうして、えー YouTube スターさんから教えていただきましたけども全部というかどれも,もう形に統一性がないというかまああの前回のと今回のはね点々があの点滅するという意味では統一性もありますしまたあの消え方にも独特の,あの消え方がありますねあの遠ざかって消えるとかあるいはパッとこう消えるとかっていうまあそういうのもありましたけども何て言いますか 徐々に徐々にこう溶け込んでいくように消えていくということですね。これはあの前にも言いましたけれども私とワイフが見ました UFO と同じような消え方なんですよね。ですからまあ私はそういう点であの本物かどうかということをまず第一に判断するときの条件にしています。でもこの今この光もあの徐々にこう消えていって まあ、なくなってしまうというような感じですね。で、今度、の明度を上げますと、あるいはあのー、画像処理しますと、あのー、この ISS とつながっている物,あの物体かどうかということは簡単にあの判断できるんですけども、あのどれもつながって、生、ま、き、あ、人だけはつながっているというのは、これ、後とに紹介いたしますけども、つながっていないということですよね。ということは、 まあ別の物体であると、同時にまた驚くことはですねあの ISS もあの宇宙を航行しているわけですからまさに静止、まあ、しているかのように見えますけどもあー飛んでいると、まあ、いう言い方はふさわしくありませんけども、まあ、あの宇宙を、まあ、宇宙といいますか地球の 周りをですね、回ってるわけですね、高速で。それに対して、この映り込んでくる UFO がピタッとその位置を定めて、まさに ISS から見るとホバリングという状態を超えてですねあの、ピタリとその並行して並んで走あの飛んでいるということですよね。まあ、そこがあの、この UFO の、まあ、特徴というか、技,技術力の凄さといいますかね、そういうものをあの私は感じます。で、まあ、今日、全般の,の方ではですね、あの えー、今、1012号をあの音声なしで今紹介してますけども、1012号の,あの解説版はこの後につなげておきますので、あのまたご覧ください。でまあ、今日はちょっとこの立場を離れましてです、ね、立場を離れるというか、UFO の,の分析をあ、まあ、さておきましてです、ねまあ、いろんなこの画像を見て考えてしまうんですよね。第一に の ISS の乗組員たちは、そういった、その、まあ、こういった物体がですね、近づいてきていることに、まあ、あの、気がついていないのかという問題なんです。 である方が、ね、JAXA に問い合わせてみら,られましたらです、ね、JAXA はあの感知していないと、それから JAXA は、まあ、あの第1回目の時ですけども、それはゴミ回収船ではないのかとか、あるいはその今後も調査する予定はないというような返事をあのも,らもらったというような報告が、あの読者の方よりありました。 えー、まあ、何かを隠してるのかなあるいはその観光令が敷かれてるのかなとかいろいろ考えてしまうんですけども、まあ。 まあ私たちはこうしたその画像を見てですね、私たちの立場でこう判断し、そしてまあ自分たちの考え方といいますかね、判断をこの組み立てていくしかないわけです。まあ公式な発表というのは、まあ j a にしてもできないでしょうし、NASA にしてもできないだろうと思うんです。それは気持ちはわかるんですよね。あの立場が公的ですから、まあ一度発表したら大変なことになりますからね、それこそこれが UFO である。 ということはあの、認めることはですね、あの今までの,その、まあ、私たちが持っている価値観、道徳観、倫理観、倫理観も含まれるでしょうね、宗教観、すべてがひっくり返ってしまうことになりますので、あら宇宙観もね歴史もひっくり返ってしまうことになりますので、あのそれは簡単にあのは認めないでしょうしあの、まあ、今までのようなやり方でですね、まあまあ、廃炉の,の状態で、あの まあ、なんとか、まあ、そのやり過ごしていくという方法を取るしかないんじゃないのかなって、それはわかるんです。 まあしかし、まあこうして、それは、それはそれとしてですね、私たちは私たちで、あの、こうなんて言いますか、あの、こうした画像を見ながら自分たちの意見を組み立てていって、そしてそれを世論として動かしていくということですよ,ですよね。それはまあもう言い換えますと、大衆運動のようなものなんです。で、みんながわーわー言って、やっぱりおかしいぞ、おかしいぞっていう声が大きくなればですよ、あの、公的な機関も動かざるを得なくなりますからね、そうなった時に初めて、そうしたあの、 まあまあ、そ,そうしたその裏にある真実がですね、明るみになるということなんです。まあ、今の状況では、やはりこう、率直に言って無理だろうと思うんです。というのは、あ例えば私の周辺でも、まあ一昨日もですね、 お前ぶっ殺すぞなんてね、まあ、のメールをいただきましたけども、あのそういったその方も一方にいらっしゃるわけですからね、やっぱりそういう方が悪いんじゃなくて、ちょっとあの私が作っているビデオを見ながらね、大変不愉快に思っていらっしゃる人もいらっしゃるということなんですよね。ですから私たちが一方的に、えー、情報を流してこうだこうだっていうのも、やはりこれ危険なことかもしれない。危険ってことは私の個人的な危険じゃないんですよ。そういった人たちの安全、 飲んでますかそうした人たちの平和な気持ちを乱すことになるかもしれないという意味で危険なことかもしれないんですよね。まあ、ともかくもあの、まあ、慎重に、そして、まあ、皆さんに何度も言ってますけども、えー、こうだこうだってね、あの他人に言うときには相手をしっかり見つめてから言わないと、あなた自身があのいわゆる変わり者。 変人にね、あの、思われてしまうというケースも多いですから、どうかご注意ください。まあ、そういうことはさておきまして、この、まあ、ISS のもう一つその UFO についてですね、私のような考え方を言いますと、まず目的なんですよね。で、これ、あのー、おそらくこれ以上近づいてくればですね、ストリーミングカメラに捉えて、捉えられますから、当然、その、それをウォッチングしている人がいて、それを報告してくるはずですけども、今までのところ、こう、直接にあの、ISS に、 あ一,一つだけはね、一番当初のは ISS にドッキングしてたようですけども、まあとのは、なんて言いますか、遠回りにって言いますかあの、ISS の周辺を、まあ、ゆっくりと回転しながら観察していると。まあ、いわゆるその直接的な接近と言いますか、いわゆるその、 直接的な接触はですね、避けてるかのように見えます。私はそう思ってますが、あのー、そして、まあ、観察して何だろうという、まあ、好奇心というか、偵察というか、そういった目的で近づいてきてるのではないのかなと思いますね。で、まあ、今までの、まあ、総合的な流れからしますと、あのー、先般もですね、ロシアが、あのー、 いわゆるその原子炉を積んだ宇宙船を打ち上げた途端にね、あの、爆破したとか、あるいは、というようなことで、あの、核に対しては非常に、あの、まあ、これエイリアンのものであることは間違いないわけですけどね、UFO だとするならば、あの、非常にあの、エイリアンたちは敏感に反応しているということになります。これはもう随分前ですけども、ロシアはですね、まあ、当時のソ連ですけども、核実験を月でやろうと、まあ、とんでもないことを考えまして、そして、あの、月に向けて核兵器を あの、送り込んだこともあるんですね。しかし、それらのロケットは全部行方不明になってしまいました。というようなこともありますので、核に対しては非常にこう敏感に反応しているのでは、反応するのではないのかなと思います。まあ、ですから、おそらくこうして ISS に近づいてきている UFO はですね、あの、まあそういったことを一番重点に、例えばヘア目的なのか軍事目的なのかということを、あの、あの調べているのではないのかなと思います。 そうまあ、またあの、この前の,あのロシアで、ね、途中での爆破したあのロケットはあの軍事目的の衛星を積んでいたそうですね。ですから、軍事目的の衛星というのも非常にこう、まあ、嫌われているというかあの、エイリアンたちも 敏感に反応しているんじゃないのかなと、それに対してはね、敏感に反応しているのではないのかなというふうに私は考えています。で、また、あの、表には出てきませんけど、ひょっとしたらですね、軍事目的のあー衛星は破壊されているのかもしれませんね。そういったことは、あの、もちろんそんな軍事衛星があるということは、それぞれの国の 最高機密ですからね。ですから、破壊されてもやはり最高機密ですから、外に漏れる。すなわち、私たちの耳に、あるいは目に届くようなことはありませんけども、そういったことも陰でなされているのかもしれないということですね。これは私のあくまでも推察です。と同時に次の段階を考えたいと思うんですけども、まだ UFO が、あるいはエイリアンがですね、こうして遠巻きに我々を観察しているということは、人間には希望があるということなんですよ。 これが直接的にも接触して、まあ人間なんかも、あの、人間なんか気にしないよと、平気でもやりたやりにあなたたちもやりなさいということで、自分たちの姿を表してくるようであれば、人間の未来は、まあ、二つに大きくわかりますね。もう、あの、一つは、まあ、絶望的な状況だと見ていいです。あるいは、その、まあね、あの、もう、見られてもね、どういうことないんだっていう状況になってくれば、まあ人間を見放したと。 まあ人間を、の未来を、まあ、はっきり言えば潰す覚悟で見せてる、覚悟というか、人間何度も全然こう無視した状態でことを進めようとしてるという意味で、まあ非常に危機的な状況だと見るべきという面と、もう一つは、非常にこうね、あの人間とエイリアの接触の時期が極めて近いのではないかと、そういうふうに考えていいわけです。まあ今はその二つの レベルまでは行っていませんので、あの、どちら、どちらであるんですよね。まだそのレベルに行ってないと思う。その一歩手前なんですよね。しかし、まあ、彼らも、ある程度はもう遠慮しなくなってきたということでしょうね。そして、まあ、あの、ある程度というか、しかし一方で、こうして遠巻きに、地球、人間に近づいたり、地球に近づいたり、またこうして ISS に近づいているということはですよ。まあ、あの、 中ばその中間段階といいますかね、先ほど言いました非常にこう絶望的な段階なのか、あるいは人間とエイリアンの接触が近いという段階なのか、その一歩手前ぐらいでこうした UFO が ISS に近づいているのではないのかなと思います。どちらであるにせよっていうか、まあ、ひょっとしたら私は、 ちょっとこう暗いと言いますか、憂鬱型の人間なのかもしれませんけども、まあ悪い方に考えてしまうんですけどもね、考えがちなんですよね。というのは、あの、 あのこれ逆性的に言いますとね、もしエイリアンたちが人間に対して友好的な、あるいはその雰囲気であれば、とっくの昔に地球人と同居してるはずなんですよね。そのことは過去の歴史を見れば分かるように、えー、今から2000年前には UFO というのは日常的にこう人間と接触してたような状況ですしね、えー、まあ神々という名前は、そこ神というと、ね、別,別になるかもしれませんけど、当時の人たちはエイリアンを含めて神と呼んでいたのかもしれません。 しね、そして、ルネサンスの時代には本当にあの、なんて言いますか、ダヴィンチの精査をした時に、皆さんにお伝えしましたように、本当にすぐそばにいたような感じがしますね。あそして、あのーまあ、人間といろいろ接触を試み、人間を教育し、人間に対していろいろと、こう、 働きかけをしていきたように思うんですけども、それがもう一歩退いたという状況はですね、まあ、これ考え方によっては非常に人間にとっては危険なことなんですよね。先ほど言いましたように、逆説的に考えるならば、彼らがもし人間を受け入れているならば、もうとっくの昔にすぐそばにいてね、そして人間と今同居していてもおかしくないわけですからね、あの、あれは宇宙人がですね、人間の代表団をね、 君たちあの代表だから火星招待するよとか月の基地を見せてあげるよとか言って学習をさせてくれてもよさ,よさそうなもんですよね。しかしそういうことは一切しない。人間への接触を極めて厳格に禁止していると。そういうその状況ですよね。それはあの、 ヘリアさんがですね、カナダの,あの議会の中でもそのように証言していますねあの。人間との接触は必要はならないと。そういったその規定をですねあの、エイリアン同士が守っていると。そしてそのエイリアンたちは何十種類もいてです、何十種類というか、まあ、あヘリアさんは確か12、ごめんなさい、数字あやふいですけども、12種類ぐらいいるんだということを確かおっしゃったように思うんですけども、その中の1種類に人間を加えるということは、今のところまだしていないということですよね。まあ、それはある意味で、 まあ人間にとっては危険なことなんですよね。逆に考えていますと、私がエイリアンなら、やっぱり人間は仲間には加えませんね。あの、それはあの、中にはいい人もいるというような状況の中では、ほとんどが悪人と言いますかね、邪悪な性質を持ってるわけですよね。その、貪欲で。貪欲いうことは結局は、その、 充足を,を知ってですね、それで満足をするという、まあ、生物ではありませんので、そのことはあの世界のに人間の歴史を見れば分かることですからね、もう十分あの、例えばもう生活できるだけのあお金があっても、もっともっと手を求めていくのが人間の差がですからね。 まあ、そうだけのお金を持ってその天国を受けるわけじゃないんですけども、自分だけが良ければいいんだという考え方その根底にあるわけです。まあ、例えば、あの、まあ、 ねあの、年金をた,したくさんもらっている人は、それそれで素晴らしいことで、羨ましいと思う部分はありますけども、しかし同時に、あの、まあ、そうでない、我々のようにね、国民年金だけで生きてる人間はですね、やっぱり老後を死ぬまでにはいくらいかかるんだということが常にもう関心事で、まあ、この土地を売ればこれくらいになるだろうということを考えながら、自分の老後の設計をしていくわけですけども、その時だって余計なものは要りませんからね。 あの余計なものっていうことは、もうど,ど、どんなに頑張ってって100歳まで生きられないし、100歳まで生きたいとは思いませんね。まああの、それは思わない。それはあの、思わないものは思わないんだよって思わないんですよね。あの、ですから、あの、ある程度の年齢で、まあその辺でね、まあ私もそろそろあのへ行くんだなっていう年齢ってのは、まあ自分の中で想定するわけですけど、もちろんそこまで生きられれば、まあ、おですけどもね。あの、そうでなくて、これからまあ、 今後10年間いろんな病気を私自身もこれからあの患うことになると思いますけども、そしてその、なってますか、その間に、ということを考えてきますと、あと何年生きられればいいんだということから逆算して、あといくらあればいいんだっていうふうに、まあ、お金が、お金の問題が出てくるわけですよね。それ以上あっても仕方ないわけですよね。ですから、その辺で一線引いて、あのー、 なってますか自分の、まあ、限度というものを考えるわけですけども、貪欲な人はそうでないんですよね。それこそ、あの、あこの前どっかの国行ってね、子供をたくさん作った人なんかでも資産が、ああ若い20代の人なんですけども、34億もあるというんですからね。恐ろしい人というか、どうしてそんな資産があるのかなと思うんですけども、 あの当然親からの財産ということになるんですけども、その、まあ、20代の人が30億持つというのは、それをね投資していろんなその事業に役立てていくということは、必要必必要必要ということはあり得ることかもしれませんけども、もう60過ぎたらそんな34億なんかあったってどうしようもないですわね。そんなに、ね、どうしようもないというか、そのどうしようもないぐ。 けれども、さらにこの貪欲に求めていくというのが人間の悲しい悲しい差がなんですね。それは過去の人間の歴史を見ればわかるわけです。まあ、それは、あの、例えば私は、あの、日本人でありながら、秀吉やね、信長、さらには、あの、徳川家康を悪く言いますけれども、あの、彼らは何も日本のためという、いわゆる日本人のために、あの、ということを意識は全くなかった。 なかったですね。どこをどうつついても、そんな部分は出てこないんですよ。特に秀吉、織田信長のあたり、あのあたりを皆さんも歴史を冷静に考えてみてください。本当に日本のため、日本人のためを考えて行動した人でしょうか違うでしょ自分のガリが欲を満足させるために、あのなんて言か、貪欲の欲の突っ張ったようなね、欲の皮だけで、あのなんて言いますか、あのというような人なんですよね。 あのー、日本の平和のために、あるいは日本の民主主義のために、あるいは一人ず一人の民衆の平和のために、安能のために、幸福のために活動した人じゃありませんからね。そんなことは歴史を見ればわかるでしょう。にもかかわらず、あ日本のあれ、なんだったっけね、平成の織田信長になりたいなんてね、バカなことを、本当にバカなことをねあの、堂々と公言する政治家もいたりしましてね、あのー、なって言いますか。 あのどういった本当にそれこそどっかの国の言葉の、えー、人が使っている言葉ですけどもどういったその歴史認識を持っているんだろうって逆に私の方が疑いたくなる部分もやはり日本人にはあるわけですよね。要するに私たちが歴史を見ればですね世界の歴史を見てもさらにさらにそのあのナポレオンだって私は最初はそれなりの素晴らしい人だったかもしれませんけども自らを皇帝としてルイ14世の後の皇帝に なり変わろうとしましたからね。まあ、その人間の,その持つ貪欲さというのは再現がないわけです。あるところまで来たら、まあこれでいいよというふうに。まあ鳥なんかは飼って、私は鳥はずっと飼ってますけども、あの鳥は本当に平和的ですよね。ある程度、餌を食べてるときは仲間が来ると覚い払いますけども、自分がお腹いっぱいになりますと、さーっとどっかへ飛んでいって、全部その次の人に譲っていくという、まあそういったその鳥らしい、いわゆるその、なんて言いますか、 あのそれをね、その餌の周りに散取って、他の動物あ鳥が来るのをその遮るというようなことはしませんからね、そして自分の食べて満足したら次の鳥に全てを譲るという、そういった、その、なんて言いますか、まあ、優しさというか、あのそういった意味で見ると人間よりも鳥の方が優れてるんじゃないのかなと、まあ、思いますがね、まあ、鳥はそこまで考えてやって、 考えてそうしてるならそれ素晴らしいですけども考えてやってないからまあそれはあの褒められるというか褒めるべき あのレベルの話ではありませんけどもともかくもあ、その現象だけ見ますと、鳥の方が人間よりも優れてるんじゃないのかなとふと思うときもありますね。まあ、ともかくも、人間の欲望には再現がありませんからあー、1億持った人はさらに10億欲しいって頑張るでしょうし、10億持った人はさらに100億欲しいと思って頑張るわけですね。そんなにあったって仕方ないでしょうって言い,を言いたいんですけども、その人にとってはそうではないわけです。まあ、そういう人がほんの一部でもいるもんですから、世の中、明に。 めちゃくちゃゃくになってしまうんですねまたそういう人が政治を動かし、社会を動かしていくもんですから、政治や社会がこれまためちゃくちゃになっていくわけですよね。ですから、あの本当にそういう人が、まあ、害悪と言いますか、害になるんですよね。ところが、そういう人が悪いかというと、そうでもないんですよね。 私たち一人ずつ、一人ずつにみんなその面があるわけです。今の私たち偉そうなこと言ってますけども、これでね、目の前に早う、早うし10億やるからおぬぐと聞けとか、まあね、20億やるからおぬぐと聞けって言われましたら、はあ聞けます、聞けますってね、ついていくかもしれない。そして、10億では飽きたらず20億になるかもしれない。さらに50億、100億になるかもしれませんが、ともかくも、その自分の心にブレーキをかけることができなくなるわけです。ですから、今私は織田信長や、いえ、い 秀吉を批判しますけども,もしも同じ立場に置かれたら、立派な城を作ってやるぞというふうに考えるようになるかもしれませんからね。あなただってそうなんですよ。まあ、はっきり言えば、たまたま、たまたまた庶民であり、まあね、なんでもない人、ごめんなさい、乗って言ったら怒られなかもしれませんけど、なんでもない人かもしれませんけども、もしそのチャンスと機会があれば、いい意味でのチャンスじゃなくてね、そういった意味では邪悪なチャンスがあれば、ひょっとしたらそういう道で、さあ、 入ってしまっててししま同じよよううなななことをすするようになるにかもしれないんですよねそうした例は過去にもありましたし、現在もあるし、そして人間一人ずつ,一人ずつにそうした合と言いますかね、差がと言いますか、そういうものを持っているということになるわけです。ですから、あの人間を、その、最初し話に戻りますけれども、人間を仲間に加えるかというとですね、私が宇宙人なら、皆さんはどうしますか そういった自分自身を知れば知るほどですね、そしてその中に潜む人間の差がや知れば知るほどですね、私なら、やっぱり、私が宇宙人ならですよ。私が宇宙人なら人間はやっぱり失敗作と見るでしょうね。これは人間やっぱり失敗作でしょうね。あの、 そうでしょうね。アメリカのようなね、もう本当にそんなに働,くな働かなくて、本当に、あれはアメリカ人ってあの豊かな国なもんですからね、泥をあれだけ印刷しても世界中が欲しがっていくもんですから、いくらでもドルを印刷するわけですよ。 だから、ですから、その印刷、軍事力もありますから、もうみんな世界中がドル、星がありますからね、わかりやすく言いますと、チャチな絵でも世界を持ってっていくらでも売れるわけですよ。ですから、あれだけのみんないい生活してるんですけども、皆さんもご存知かと思いますけども、本当にね、南部のアメリカの郊外なんか行きますとね、まあ、日本ではもう見られないような大豪邸がずらー と並んでますから、ね、ああいうのを見ると本当にこう、まあ、日本は貧しいなと思うと同時になんでこんないい生活ができるんだろうっていうふうに思いますよ。それは矛盾を感じますよ、大きな矛盾を。あのー、我々ねな、なんとなく遠慮がちなあのニューヨークだとかロサンゼルス、サンフランシスコの小さなうちを見ますけどもあ,のあれはあのはっきり言って嘘ですね、あ,のあれは。あのやっぱりあの私たちがアメリカ行ってその第一に感じることは あの大豪邸ですよ。あの、それはあの、普通の豪邸じゃありませんからね。部屋にしても、あの、この前オーストラリアの家行って、郊外の家行ったんですけども、あの、大げさじゃないですよ。あの、本当に日本で言ったら40畳、20畳から40畳ぐらいですよね、部屋がね。7つも8つもこう、つながってるようなうちに、お父さんとお母さんと子供1人でしたね。 で子供部屋を見ましても、子供部屋だけでも20畳ぐらいがあって、その子供って言ったってまだ、あの、ゆりかごに乗って、ベビー、あの、なんて言いますかね、子供の小さなあのケージに入ってる子供なんですけども、あの、そんな子供側の部屋に、やっぱりそんなあの広い部屋が用意してありましてね、その中にポツンと真ん中にそういうのが置いてありましたね。湯場なんかはもう完璧に40畳以上ありますね。 ですから、そういったうち、まあ、家の作り方そのものも違うんでしょうけども、そういったうちがゴロゴロしているというのがあの、まあ、オーストラリアでもそうですからね、アメリカなんかもっとゴロゴロしているというか、あの一見、背が高いうちですから、遠くから見ると小さなうちに見えるんですけども、入ってみるとびっくりしますね。天井が高いですからね、3メートルから3メートル50ぐらいありますから。 ですから遠くから見ると小さなうちに見えるんですけども中へ入ると廊下だけどもねあれは階段だけども日本の56倍ありますからねですからあのアメリカ人の友人たちが日本へ来ると日本の,あの階段が怖くて登れないって言いますねあの急で狭くて怖いって言って。 その感覚っていうのはやっぱり日本人にはわからないでしょ。日本の、日本人にとっては標準的な階段なんですけども、ね、どこのうちでもだいたい標準、うちもそうですけどもね。あの、怖いから上がれないっていうわけです。話はずっと軍に戻りしますけども、そういったアメリカ人がいる一方でですよ。そして、まあ、アフリカにしてもどこの国にしても、世界中のね、30%の人はまあ、水に、水が飲めない十分に水も飲めない。そして60%の人が、まあ、危機状、飢餓状態にあるっていうのが、この人間社会なんですよね。 ですから、矛盾を感じるわけです。そういう国がいくらのお札を印刷しても、誰も欲しがりませんから、お札の価値は下がっていくわけです。で、一方で、まあ、あの、アメリカのような国がですね、あの、いくらお札を印刷してもですよ、欲しがる国があるものですから、どんどん、もういくらでも印刷してい,いんですよね。 正直言いますと、日本もそうなんですよ。今、今のところ、かろうじてですよ。いくら音札を印刷しても、あの、まあ、日本のね、福沢育士さんを欲しがる人も多いわけですから。ですから、まあ、日本の、日本という国の、まあ、繁栄も、それほど、まあ、あの、働かなくても、本当にそんなに働いてないですよ、日本人は。あの、もう、まあ、まあ、まあ、あの生活ができるというか、まあ、まあ、あのね、食料を外から買って生活ができるということができるわけです。で、そうやってみると、日本人、私たち、もう少し罪の意識を感じてもよ、よさそうなもんなんですけども、 ねえ皆さん感じますか、まあ、生活の中に渦もれてしまうと分からないでしょうね。同じようにアメリカ人も気がついてないでしょうね。自分たちがなぜこんなにいい生活ができるんだということは気がついてないだろうと思いますね。私たちも気がついてませんから。あのさ,さらに気がついてないでしょうね、アメリカ人の場合。我々は力があって、実力があるからだなんていうのを思い込んでるでしょうね。まあ、しかし、アメリカなんか行ってね、あのホテルなんか泊まって見てごらんなさいよ。もうあのそこに飾ってある、 美品っていうか、伝統からテレビから全部外国製。軽じてあるのは家具だけですけどね。家具だけはアメリカ人が自分たちの国で作ったものを作ってますけども、使ってますけども。あれあれ開いてみるとね、あの、まあ、 本当にひどいもんですよ。表だけはきれいに作ってありますけど、裏から見ると、バタンとドアを開けてな、裏を見るとね、ベニヤ板、そのまま貼り付けて、板をバンバンバンとこう斜めの板を貼り付けて補強してあるというような家具ですからね。見た目にはいいんですけど、内側見ると、こんなな日本では売れないだろうな,な。日本人の場合は割と裏までね、きちんと作ってあのしないとあの、買う人がねあの、一度はドアを開いてみますからね。ですから、ね、アメリカ人は相手はあのもう、ああいうものしかできないのかなと思うんですけどもね。 ですから、軍需産業だけがもう特異に発達している。あるいは映画産業だけが特異に発達しているという国になったわけでありますが、まあその二つ除いたら、あとは農業国ですからね、アメリカも。ただの農業国です。まあですから、あの、なんて言いますか、あのそういった国がですね、その、リッチな生活ができるというのは、やはりこの人間の欲読の、まあそれはそうですよ、世界の経済、牛耳っていうのはアメリカ人ですからね、ノーベル経済、経済賞というのはもう、 80%、90%以上じゃないですか。90%前後は、まあ、ちょっと数字あやふえですけども、ほとんどはアメリカ人ですからね。そういう人が、ね、世界の経済、牛耳ってますから、日本人が逆立ちたって、そんな、あの、ノーベル経済賞なんて取るような日本人はまだ今のところ出てきませんからね。鏡で、その、女性の下のスカートの下を覗くような経済学者はいますけども、あの、そんなノーベル賞を取るような経済学者はいませんから、あの、それは無理ですよ。勝ち目がないですよ。 はっきり言って、経済学の世界ではね、はっきり言って資本主義というのは、まあ、アメリカが牛耳っているってことですよ。もう、先の先の先まで読んでますからね。 ですから、あの、はい。ということです。まあ、ちょっと愚痴っぽくなりましたけども、話に戻しますけど、そういったその人間が持つ、えー、どんさは、この経済の世界に現れているわけですけども、こういった人間を宇宙の外から見たら、皆さんがもし宇宙人でぐる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 地球を舞いながらいろんな人を見ながらね、人間を見ながら観察しながら、そしてその、なんて言いますか、人間というものはどういうもん、生物であるかということを、あ結論を出せ。さあ、人間を仲間に加えるかという結論を出せと言われましたら、 皆さんなら何て答えるでしょうかそういったその高い視点でね、高い視点でものを考えることも逆に言うと必要なんですよね。言い換えますと、まあこれはあの手前味噌あの画で陰水になりますけども、皆さん私の謎の、謎と点のね、あの、ビデオをどうか見てください。あの、皆さんの視野も変わりますし、視点も変わりますからね。 視点が変われば視野も変わる。そして同時に、えー、ちょうど日本人がですね、外国行って初めて日本人がわかるように、えー、日本人もですね、えー、人間もですね、宇宙へ行って、そして人間の姿がわかるようになるのではないでしょうか。またそういう視点でですね、人間もこれからは自分の姿を見ていく。そういった視点を養っていく。そしてそれが普遍でと言いますかね。広く,つなが広く繋がって対衆的な常識になった時に、人間というものも変わることができるようになるのではないでしょうか。 ただ残念なことにね、本当に日本人でありながら、私のようなビデオも、先ほどのように、このクソ知事、なんだったってけなー、ブクロスなんてね、あの、あのメールが、てか書き込みがありますがあ、日本人が日本人を引っ張ってどうするんですかせまあ、相手にすべきは世界でしょもしも、あの、おかしなビデオがあったら、外国のビデオにはもう、それを私が出している何千万倍とも出てるわけですからね。何千万倍ってちょっと大げさかな、何万倍。 その国の数の、それはもっと出てますよ。そしてまあ、実にまあ、なんて言いますか、問題のあるようなビデオも出てるんですから、そういうものに対して、堂々と抗議したらいいじゃないですか。あるいは自分でビデオを作ってみたらいいじゃないですか。ビデオを作るということでいかに大変なことかはですね、作って、作ったことがある人ならわかると思いますよ。で、そういったもので、日本人が日本人の足を引っ張って、そして、その中に閉じこもろうとする。 ですから、もっとその、外の世界に向かって、例えばロシア人がおかしなビデオを作ったら、ロシア語で抗議すればいいじゃないですか。ロシア語でぶっ殺すと言えばいいじゃないですか。ねえ、そう,いうこともしないでおいて、その、手っ取り早く日本人が日本人の足を引っ張り合うというのは、実に情けない現象だと私は思います。 決してその人がね、悪いってわけじゃなくて、まあ、その人のね、まあ、いろんなあいいいろんな気持ちのどこかに、私の作ってるビデオが面白くないっていう気持ちは、その人の持ってる価値観、あるいはね、道徳観、倫理観、宗教観と抵触するからだろうと思いますから、それはそれとして私も反省はしていますがね、そういうふうに思わせている私がある意味で責任者ということになりますからね。ですから、その人を責めてるわけじゃない、怒らせているのは実はこの私なんだということを考えていけば、その人を責めても意味はないわけですよね。 まあ、そういったこともあるということだけの話です、これは。だからといって私の方は同行ううするつもりはありませんけども。まあ、ともかくもそうして考えていくと、こういった ISS に UFO が接近しているということは、どういうことなんだということなんですよね。それを良い,いことと捉えるのか、悪いこと,とと捉えるのか、あるいは悪いことの前兆として捉えるのか、良いことの前兆として捉えるのかという問題へと繋がっていくわけです。まあ、皆さんはどのようにお考えになるかわかりませんけども、えー まあ私はちょっと残念ながらさもう繰り返しになりますけども、まあ、ちょっとどちらかというと、悪い方の前兆にちょっと考えている部分もあります。あのー、ですから、まあ、この辺が、まあ、私に言わせれば宇宙人がですね、こう言っているように言うんですね、もう人間どもよと、まあ、お前たちのやっていいことはこの,この辺が限度だよと、これ以上宇宙に飛び出した場合には、我々は許さないからな、なんてね、そんな風にこうに言っているようにも思われますね。あのー はい。ということで、あのー、YouTube、Tube さんごめんなさい。<laughs> この前もね、t u b e スターさんのことをね、YouTube さんなんて言ってしまいまして、あのー、ちょっとね、こう緊張感が緩んできますと、あ言葉の、まあ、混濁、あー が起きますね、えー、そういった意味での集中力、あるいはその緊張感の持続というのがですね、えー、ちょっとこう、年齢とともに難しくなってきたかなという感じがします。昔の私ならこんなヘマはしませんでしたけどもね、あの常にこう、脳の中で、えー、ダブルコアっていうかね、えー 4コアぐらいのこの脳みそが同時に働きまして、そしてそれぞれが牽制し合って、そしてその何て言いますか、言っていいこと、悪いこと、間違い,いがありそうなことは自分で前もってこう、コントロールしながら、その自分の言ってることをそのコントロールしてたもんですけども、今はこう、シングルコアの脳みそになっちゃった感じですね。あの、シングルコアということは脳みそ一つでね、別の脳みそが、まあ、いわゆるそのマルチ、マルチじゃなくて、メタ、メタ、 認知って言うんですけども、メタ認今も間違えたでしょメタ認知をマルチだって言うでしょこうしたね、間違いっていのは本当多いんですよ。 困りますね。メタ認知なんてことは忘れるなんて間違えるなんてことは私の場合はありえないんですけども、そのメタ認知能力っていうものがあ弱くなってきたんじゃないのかな。つまり自分をですね、客観的にあ自分の外から見て、そして自分に判断していくっていう能力が弱くなったように思いますね。で、これは今、ちょっとちょうど画面に出てますけども、あの、ゴミ回収船側の JAXA はついてるって言うんですけども、この部分を見ますと、ちょうどその、なんて言いますか、 あの、UFO が、あの、いわゆるその、接着、接続してるかどうかわかりませんよ、これね。接続しているように見えますけども、その部分っていうのはちょうどあの ISS とその、ロシアのね、回収船との境目のちょっと上あたりにくっついてるかな、って言うんですけど、そこには何もないはずですからね。で、左のその、まあ、右のですね、茶色部分の位置とはちょっとずれてるでしょ。 ですからちょっと違うんじゃないあのジャックさんの説明は違うんじゃないのかなと思います。ということで、続くビデオはあの解説入りの、えー、TubeStar さんのビデオです。動画ご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hallo!This is TubeStar and Hiroshihayashi, Japan.UFOs captured by ISS、uh, Street Cap c a ISS のカメラが捉えた UFO ですタイプワンタイプツータイプスリータイプフォーリそして 今回新たに Tube ストアさんが5番目の UFO を報告してくださいました。5番目の UFO についてはこの後14分20秒後に皆さんに見ていただきます。では Tube ストアさんのコレクションをお楽しみください。Hello, this is h i r o s h i h a Yashi Hamamacity Japan. ヒロシハヤシチューブストア2 2 2014In Japanese またまたですね ISS 国際宇宙ステーションにですね UFO が接近したというニュースが飛び込んできました今からちょうど1時間ほど前ですこの,、まあ、この国,国際宇宙ステーションにねスース系の まあいわゆるストリーミングカメラですね、いわゆる、まあ、常駐カメラといいますかね、えー、によって地上へリアルタイムで送られてくる画像なんですけども、その中に UFO が映り込んでいたというんですね、配信したのはですねスキュ t チー,ームという、まあ、あのグループなんですけども、えー、こうした UFO 問題を専門にかけている、まあ、チームだと思います。でそれをまあ この皆さんにも紹介していますけどもこの円の中に今見えてくるんですねでもう一度なんて言いますかよく見ていただきたいんですけども、えー、だんだん現れてきますがこの時にあの、まあ、あの微妙にあの太陽光線の方向が変わるわけですよねあの地球が回っているそれから夜に入るというようなことで あの太陽光線の方向が変わるんですけどもあれは高度も高度も高度というか光の,、ね、あの強さも変わるんですけどもその時に UFO の方がどのように反応しているかということを見ているわけですけどもこの UFO はあのよく観察しますと形をあの微妙にもやもやとこう大きくしたり小さくしたりして変えてますねそれからあの動いていますで突然消えて別の場所に現れるということをそういった芸当もしているわけです。 もやもやとこの大きさが変化しているのが分かるんですけどもね、えー、皆さんご自身で判断してくださいでこれ光の光がどちらから当たっているかということを後で精査していますけども見た感じでは周りの光が変わっても今ポッと消えてでも別のところに現れましたですねあのこれはカットしたわけじゃないんです元の映像のままです それでもう一回これを精査していますねで光の方向を見ながらそれでもう一つ見てみますけども巨大な UFO が接近中というまあこれは大きさの距離が分かりませんからね巨大かどうかっていうことは非常に微妙な問題ですけども、まあ、宇宙空間でこれだけ見えるということはまあ普通の大きさではないということですねかなり大きいと見るわけです。 で、こうやって光の方向ということは、まあ、あの、明、ま、る、あ、くしてみまして、他に何か映ってるのかなと思って見たんですけども、特に何か映っているようでもなくて。ということなんですね。皆さん、どのよう,うに判断なさるでしょうかあフェイクでしょうかそれともリアルでしょうかあの、この、いわゆるスケールチームの書き込みなんか見ますと、あの元の画像が手に入らないのかとか、いろんな質問なさっていて、入ったら入らないならば、 これは尼モンであるとかっていうようなことも書き込みはありますけどもまあこのユースチューブで流れてるわけですからねってまあ誰かが記録してるわけだろうと思いますけども 光の方向は正しいですね。ただね、あの皆さん、とても残念なことに、この,あのスケールチームのーメモ書きによればですね、メモという,ふうによればですね、あと1、2週間のうちに、このー ISS からのですねストリーミングフォードですね、いわゆるリアルタイムで送られてくる写真、あの映像はですね、中止されることになったそうです。どうしてでしょうね。何かまずいことでもあったんでしょうか。ありました。ということなんですよね。 まあどうそういったその事実をどうするかですけど光の方向はこれ合ってますね、これね確かに。まあ、あのまあの多少あの宇宙ステーションの方はよく分かりませんけども。あのということでまあもう一度皆さんに見ていただきます。そのザーザーとしたあの音はですね元の画像からあのっていうかあの ISS からのあの入っている音です。で 彼らが言うにはですね、我々だけが宇宙の生命体と考えるのも、また反対の宇宙には別の生命体がいるとの考えるのもですね、恐ろしいことだと、まあなるほどと思います。あのそれからあのセキュアチームさん、それからあのチューブスターさん、大変情報てか情報提供ありがとうございました。後の判断はあの皆さんにお任せしたいと思います。You be the judge. Thank you very much and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. An UFO with its mother ship. Uh, this is an UFO which docked at the International Space Station, and this is it. And uh, you may think, or wonder if this is a new or not. This is a an UFO, an unidentified flying object as a matter of fact. And some people say that this is a sort of a shuttle ship between uh, Earth and the space, uh, kind of a Russian M MT thirty one or something like that, but it is not. I will show you because I have found another mothership in this video. This video comes from the space uh, center uh, station directory via streaming uh, videos. January twenty ninth, two thousand fourteen. This is a film on the is film in Japanese a day on これがあの1月29日に撮られたまあ固定カメラからのスペースステーションのビデオですね。でこのスペースステーションのに脇にですね奇妙な物体がくっついているわけです。でこれは何かということなんですよね。 それでああ UFO であるとかないとか議論が起きたというかまあ私の間で起きただけですけどかもしれませんけれども起きたわけですねでこれはゴミ回収戦かもしれないと,ということだったんですけども新しいビデオを直接その当事者の方から送っていただきましたこれが1月2月11日のフィルムです注意深くご覧くださいだんだん消えていきましたね でこれに対してステレスをステレス製を使ったのかスティール製ねあるいはどっか行ってしまったのかという議論が起きたわけでありますでここに本当に物体はあったのかなかったのかということだったんですけどもさらに驚愕すべきというか驚くべき事実をこれから皆さんにお伝えいたしますこの写真を止めてですね この部分を見てください。何かぼんやりと見えるのが分かりますか。で、このままではわからないんですね。このスペスステーションのすぐそばにそこでですね、私なりに画像処理をしていました。ただしインチキフェイクは一切していませんのであー、誓ってそう申し上げます。ただの画像処理です。そして明度を上げ、ガンマーを上げていきますと、ここに奇妙な物体が現れてきます。 まさにマザーシップですね影のように思っていたんですけどもこうして画像処理をしますとここに別のまあ、巨大なと言いますかこの向こうにあるとしたら巨大な UFO が現れたわけでありますこれは UFO ですでないと言うならばこれは何なのですか また続報が入りましたら連絡いたします。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! 少し見にくいですが、えー、夜に入ったんでしょうかここですね。ゆっくりと動いていく物体がわかりますか動いているというか、まあ、ほぼあの ISS と 並列に並んで飛行しているという感じですね。で今度はやや遠ざかったと言いますかところに同じ、えー、ものが現れるわけですね注意ぶ。注意してご覧ください。ここですね。でこれ非常に分かりにくいんでチューブストアさんもですね分かりにくいですけどというような注釈 を入れてくださいました確かに見にくいですね。で、まあこれをある程度私の方で画像処理をしてみました。えっとその画像一応,一応あの静止画にしてですねそしてその明度を上げコントラストを上げてというような簡単な方法ですけどもメイドを上げましたですねそして皆さんに見ていただいてますけども何かしらこう 上にこう丸いライトがついて塔があってっていうような感じのも分かりますね。オリジナルっていうのはもともとの写真です。何かあるという雰囲気ですよね。ということで皆さんご覧ください。 で、えー、おとといですね、t u b e s t ー r さんが新しい動画を届けてくださいました。これが、それなんです。で、この ISS の周りには、いろいろな UFO、今までご覧,ご覧いただきましたけれども、そういった UFO が現れるわけですね。で、今回、t u b e s t タ r さんがですね、送ってくださったのはこれなんです。 でこれは元画像、これも動画なんですよ。そしてよく見ますと ISS のアンテナらしきものが点滅しているのがわかりますね。そしてその右にしっかりと位置を固定して、あのー、光る物体があるわけです。で、まあ全くこのなんて言いますか、えー、ISS から見て全く微動だにしないということは完全にまあ平行並んで宇宙を航行しているということになるわけですね。 で、この光がゆっくり消えていくところが、まあ、私は UFO の特徴だと考えています。私と w i f が見た UFO も、もう少しあの消え方が早かったですけども、スーッと消えていく感じでしたけども、こうした消え方でした。まずで溶け込むように消えていきましたですね。で、これの,にあのカメラの目ではあの消えてしまったかのように見えるんですけども、あの コードを上げてみますと、あの、光は残っています。後でそれを皆さんにお見せいたします。で、まあ、検証していますけども、あの、3カットを切り出しましてね、で、それぞれをこう、光のコードを上げたり、サイドを上げたりして、どういうふうになってるのかなっていうふうに調べていました。で、これが ISS と関係のあるその物体であればね、この段階で 何かしら、こう、字のようなものとか、あるいはそういった器具のようなものが見えるはずですけど、そういったものは見えませんね。明らかに分離、独立しているということです。それで、別のカットで見てみましたけども、やはり、こ,れこの、この時点ではて、あの光は一つ消えてるように見えるんですけどもね、あの、こういうふうにコード上げますと、光があるのがわかります。 で、今度は4倍速で見てますけど、光が徐々に消えていきますね。で、この光の消え方を見て、私は、あアリゾナのあのフェニックスライトを思い出したの、思い出しました。それは、あの、この後、そのビデオを紹介いたしますが、えー、徐々に消えていくのがわかりますね。そして一番大きい 上にあるのが消えていきますというふうにしま消えました。で、1997年、今から17年前ですか、フェニックス、アリゾナのフェニックスにですね、えー、こうした海溝現象が起きたわけであります。 で、これがフェニックスライトとしてはよく知られています。で、はじめは、あの、この2点、左の方のと、二た,たられて、そしてこの右の方に、ずらずらずらっと光が現れるんですね。それに綺麗に、まあ、全体としてますと、これ、あの、まあ、正確には言えませんけども、大きな円を描くように、えー、光が現れてきたわけです。これはもう何千人という人に目撃されてますし、いろんな方向から写真も撮られてますし、カメラの動画も撮られています。 で、これについてですね、直後にアメリカ軍は、近くにアメリカ軍の,あの基地があるものですからね、アメリカ軍の訓,訓練用の、いわゆるいつもの上等手段ですけども、照明弾であるということを説明し、なおかつ、実はその照明弾を使った偽物のフェニックスライトをね、取りまして、それはあの、今現在、あのフェニックスライトでど、YouTube の方で検索しますと、その、いわゆる、 まあなってますが熱造されたフェニックスライトの動画がたくさん出回っています。で、まあ、それを見て私も騙されたことは、騙されました。実は、ことありますけども、これが、あの、その前とて言いますか。照明弾でない本物の,のって言いますか。フェニックスライトなんですね。で、こらもう UFO の段階を超えまして、いわゆる Identified Flying Objects、なち IFO ということになるわけですね。で、これあの、別の動画ではですね、この、 物体が上空を通過するときに下からあのカメラで撮られた人もいるんですよ。ちゃんとあの形が映っていて窓も映っていた、いましたね。まあそれはあの、ただこうしたその UFO のあのまあ動画の場合はやはりこの信頼の受ける人からあのやはり出ているものでないと調べる側としては不安ですね。で,ですから私の場合はあの、 その、なんて言いますかね、UFO を見たとか、写真を撮ったっていう人の場合には、必ず連絡を取って、そして相手の方をね、一度確かめてから、それから、あの、皆さんにお届けするようにしています。あの、この世界は本当にフェイクとかホークス、ね、インチキとかね、偽物とか、そういうものを作って、つくが多いですし、そういうものを作って楽しんでる人も、やっぱりこう、南米だとか、ロシアには多いんですよね。ですから、注意して、 注意すするわけですけでどもこのフェニックスライトはもうそれ以前の問題といいますから1997年ですからね今から17年前のライトなんですけども実に謎に見えたライトであるわけですこのフェニックスライトに今回の,あのチューブストアさんが送ってくださった光が大変よく似てるということなんですまあ似てるというのは何ますかねあの点の並び方それから点の消え方これはの点滅かすかに点滅してるんですけどもね で、今、ポンポンと空に現れてきましたね。で、まあ、そこで比較をしてみますと、上が、フェニックスライトです。フェニックスのアリゾナに1997年に並びました、フェニックスライトのですね、下が、今回、チューブスターさんが送ってくださった ISS の近くで、まあ、固定カメラに撮られた、フェニックスライトですね。点の消え方を、まあね、あの、 ちょっと特徴があるんじゃないかなと思いますけどもね。でまあ、動画の方でもこれから比較してもらいますが、要するにこの UFO 問題というのはこの辺が限界なんですね。私もこれは UFO だというふうには断言できませんし、UFO でないとも断言できないんですよね。 本物でないとも断言できないし、UFO であるとはもちろん断言できないわけです。ですから、その4つの方向から、この、なんて言いますか、あー考えて、そして、まあ、UFO であるというふうに、まあ、最終的に結論を出すわけですよね。それが間違ってるというわけじゃないんでしょ。つまり、それ以上検証のしようがありませんのでね。あの、私たちが今検証できるのは、この光だけですからね。これを見て、 どう判断するか今までの経験と照らし合わせてどう判断するかさらには、ずっとお見せしました ISS のね、あの前で現れた UFO をどう判断するかという問題になってきます。そうしますと結局は判断なさるのはあなたご自身ということになるわけです。で、今、左の下の方に、あの、 ISS で、えー撮、で、あのカメラが撮影した、あ光の点滅を出します、えー。ちょっと小さいので見にくいかもしれませんけども、ポイントはやっぱり消え方ですよね。消え方、あるいは現れ方、ラインの作り方、そして、えー、なってますかね、人工物っぽいっていうところですよね。 えー、ゴミや、あるいはゴミっていうかね、ゴミ、ゴミも人工物ですけども、いわゆる浮遊するゴミであるとか、何かのこの別の装置が浮かんでいるということではないと思います。で、この後あの、一つ、あの、一つの UFO についてね、あの、さらに詳しく検証してみますので、それもぜひご覧になってみてください。そしてまあ、こうして5つ並べてみますとですね、やはりこの ISS の 近辺では何かが起きているということが皆さんお分かりになると思います。ただ私たちのところまではその情報は届いてこないということですね。もう厳重にガードしてあるといいますかあの。一般庶民には知らせるなということでしょうか。ということで続くビデオをご覧ください。さらに興味深い事実を皆さんにお知らせいたします。Thank you very much and bye.Hello. this is a hiroshi hayashi, hamama city, japan. mr. satoshi morimoto and the tube store, let me know about a very strange object which has docked at international space station, uh, so-called iss, and uh, it's been disputed among us uh, whether this is a ufo or not. at this moment, i can't tell you whether this is a ufo or not because of the lack, lack of information. But if, but if this is the new form, it implies that uh, this is a concrete and the physical evidence that aliens have contacted humans directly. And uh, both of them, aliens and the humans, have, uh, I'm sure, uh, have sort of a secret plan over our head in the space. What do you think about this object? It's a simple matter of you whether uh, you think it is new or not. And also, together with this uh, video, it's my pleasure to introduce Mr. Chiopon Tsuyoshi, uh, who composed uh, this music. And I thank you, thank him very much uh, to use his uh, music for my uh, video for the background music. Thank you very much Mr. Toshiyoshi and please enjoy his wonderful music.